何おい、ウィンウィン、おい、どうしたのお前。一匹増えた。ん？一匹増えた。もういいよね。うん、よしよし。いや毛が長いだけだと。ウィーン。何？みーちゃん。みーおしっこしないでね。みーおいで。なんかおしっこが怖いな。ブブそこ好きだな。ブブブブおいで。ブブおいで。ふいで、あれ、ふいで、ああ、ふいちゃんじゃあね。寝心地いいの。ふいじゃあね。バレてた。みーちゃん、みーちゃん、降りれなくて困ってたの。尻尾巻いて、あ、出てた。みーちゃんおいで、みーちゃん、みー、みー、みーおいで、みー、みー、ほらおいで、みー。怖いの？やば、大丈夫？ちょっと今。ププ、今左足外れたんじゃないの？ちょっと、ププおいで。やばいって、どうしたらいいんだろう。どうしよう。ぷちゃんおいで。あ、そんな、え、だ今外れたじゃん、ププ。おいで。あれ？戻った？ちょっと、今、カメラには収まらなかったけど、ギャンって言ったよね。ぷおいで。でも、また走んなくていい、走んなくていいよ。走んなくていいよ。待って、待って、待って。え、待って、ぷぷ今。え？戻った？どうしよう。よいしょ。ちょっと、ぷぷ痛いんでしょ、今。ブブー大丈夫？え、病院行った方がいいよね。こちらになります。あ、どうも。たびたびすいません。あ、ちょっとこっち持ってた、オレンジ持ってもらっていい？はい、大丈夫です。いや、ちょっとついにあのキャンって言って、あ、キャンって言ったで、完全に左足1回も上げ、うん、完全に上げた状態で、うん、かかったんですね。はい、歩くこともできなくて、で気がついたらまた多分元に戻ったんですけど。それいつの話ですか？昨日です。あ、これちょっと1個持っといてもらっていいですか？はい、すいません。あ、はいはいはい、昨日ね。で昨日です。足はどっちの足でした？左足ですね。 OK です。ちょっと昨日とうとう行ったんですね、キャンプで。はい、でこうやって足上げっぱなしだった。そうです。今痛みは何もないです。
あ、痛いな。あちょっとごめんごめん、ちょっと押さえて。脱臼はしてないんだけど。はいはい。え関節炎起こしてるよね。あまあ、すぐ脱臼して戻るのかもしれない。ね、ちょっと今関節炎起こしてるんで、はい、この間一回飲んだですね関節炎の薬ちょっと出しますから、うん、ただ外れないんですよまだ。あ、じゃあ昨日も外れたり、いや分かんないです、外れてるかもしれないです、うん、外れてすぐ戻るタイプかもしれないですよ。そういう時って痛み生じるんですよね、うん、で今回ちょっとその痛み止めの薬出すけど、もし治り悪かったら、はい、ちょっと専門医行った方がいいかもしれない、うん、あの関節系の専門医っていうか整形外科あるんで、とりあえずもしご心配でしたら行きます。もうあのご紹介しますけど、あのどうしますか。もし例えば手術をするってなったら、うん、それって早い方がいいんですかね。いやまあそんなに例えば今急がなくてもあのいいんじゃないかと、うん、っていうか今手術対応かって言われたら多分手術対応ではないと思うんですよ。あ、そうなんですね、はい、手術対応になるってことは足動かなくなるとかね、今後悪化スピード速いようだったらそういうことあるけど、まだ足つけてるし、はい、全然そのレベルには達してないですね。別にすることは薬を飲んで安静にしてもらうことですね。まず1週間かな。あ、じゃあ散歩はどうしたらいいですかね。いや、だからなるべくしない方がいいし、安静にしてください。そっか、ええ、実は最近ちょっと運動不足が原因かなと思って、はい、プール行ったりとか、まあうん、あの散歩時間増やしたりとかやってたんですけど、うん、もしなんかそれで悪化しちゃったんですか、ね、どうかな、分かんないですけど、少なくとも膝の調子が悪い時は、あ人も同じですけど運動制限しますよね。あ、逆なことやっちゃったんだ。そうですね、まあ鍛えるとかっていうのもいいんですけど、調子のいい時ですよね。あ不安になる時は安静にした方がいいですよね。そっか、わかりました、まあ、ただ外れて戻んなくなるっていう状況じゃないんで、手術適用ではまだないと思います。で薬をまたお出ししますので、まあ、1週間飲んで安静にしてね、はい、治ったらそのままちょっと安静にしながらゆっくり運動を始めて、あそれで調子よく歩いてるんだったらそのまま経過を見てもいいと思うんですよね。なるほど、はい、治ったらそのまま症状出ない子もいますから、はいはい、ということでお願いします。わかりました、はい、痛かったね、はい、すいません、はい、ありがとうございます、はい。